はい、どうもワンピースが大好きな神木です。今回ですね、まあワンピースに関するデザインの話になるんですけども、まあキャラクターはもちろんなんですけども、島とか建物とかデザインがですねかなり独創的じゃないですか。でそれを見れば一発で誰かがわかるとか、島のですね雰囲気がわかるとかあると思うんですけど、その中でもワンピースに関する船はですねすごい特徴を持ってるんですよね。その海賊団をすごく表すようなデザインになっております。でまあメリー号とかサニー号もですねいろんな設定画が出てますよね。そこですごいこだわりが見えるんですけども、その外観だけでもですね、まあ、他の海賊団もですねいっぱいわかることがあって面白いのがいっぱいあるんですよね。でそれをちょっと紹介していくとともに、そこに注目するとですねいろんなですね今謎な部分っていうのがワンピースまだありますので、それに繋がってくるんじゃないかっていうのがですねちょこちょこあるんですよね。なのでそれを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ皆さん、ワンピースの船で何が一番好きですか？いろいろデザインあって可愛かったりかっこよかったりしますけど、まあ本当にですね、その海賊団を象徴するような形になってるんですよね。例えばですね、フォクシー海賊団のセクシーフォクシー号ですよね。まあ狐が先週に来てますよね。で、ホニはですね、喧嘩腰って漢字で書いてあって珍しいですね。まあホニこういろいろ書いてあるっていうのはそんなにないんですけど、まあ他にはですね、例えば症状ですね、症状のウータンソナー号を見るとですね、でっかい木があるんですよ。あのオランウータンみたいな人なんで、でっかい木があって、もうすごいですよね、あの北条アダムなんじゃないかっていうくらいでっかい木があるんですけど、まあそこで多分クルーたちが遊んでるんでしょうね。寝泊まりも多分あそこでしてると思います。森の人ってですねローマ字で書いてあるんですよね。あとですね、マシラの、ビクトリーハンター号ですね、あれもですねあのサルベージをしたやつですね。あれもですねでっかいバナナが両端についてるんですよね。すごいデザインですよね。まあ、ビッグマム海賊団とかね、クイーンママシャンテ号とかはですねもうでっかいプリンが乗ってたり、でっかいケーキが乗ってたり、プリッツみたいなやつが刺さってたりするんですけど、まあそういった感じでですね、その海賊団をすごく表すデザインになってるんですよね、船がですね。最近ではですね、あのスタンピード、映画スタンピードでいろんなですね最悪の世代の船が明かされたんですけど、例えばジュエリーボニーのですねジュエリーマルゲリータ号とかはですね、メインマストとかフォアマストがあるんですけど、あそこの先っぽですね、こうよくゾロとかがこう望遠鏡でこう見てるところ、見張りをしてるところなんですけど、あそこにですねピザのピースがグサッと刺さってるんですよ。運航するのに支障がありそうなぐらいのデザインなんですけど、まあ、ゴーイングルフィー先輩号も良かったですよね。まあもちろんルフィが目の前に選手にいるんですけど、まあ、メリーの選手とかね、それとか後ろにはチョッパーがいたりするんですよね。横にもチョッパーの角が生えてたりしますけど、デザインがですね面白いんですよ。よく見たらですねそこもすごくワンピースの面白いところです。まあ、白ひげ海賊団のですね傘下はですね結構動物がついてますね。パームスとかパンダがついてたりとか、キリンがついてたりとか、そういった感じ でシャーロット家は逆にですね、そのシャーロット家のこう人物の顔がですね選手にほとんどなってますね。これアニメで結構明かされました。またその海賊団だけじゃなくて海軍もそうですね。海軍の例えばエースの扉絵連載に出てきた海軍食料買い出し船ですね、あのモーダのご両親が乗ってたやつですねはですね、よく見たら、まあ、海軍なんですけど、まあ、下がお椀みたいになってて上はですねご飯みたいになってるんですよね。でそこに箸2本がぶっ刺さってるっていうデザインなんですよね。そういう面白いやつがたくさんあります。で僕はですね一番面白いなと思ったのはガレーラカンパニーの船なんですね。でガレーラカンパニーの船ってあんま出てきてないんですけど、最後ですね NS ロビーの最後でメリー号を燃やしてしまうところですよね。あそこでアイスパークさんとかも含めてガーッと来たと思うんですけど、あそこをよく見るとですね一見なんてことない船なんですけど、船首をよく見たらなんとですねガレーラカンパニーって船を作るとこじゃないですか。船なんですよ、船首が。船の先っぽに船の先っぽがついてるんですよね。見てもらうとですね面白いんですよ。なんか意外と気づかないところなんで、ぜひ見てみてください。でそういった感じでですね、まあ、海賊団とか海軍とかいろんな船のですねその特色を反映しているものが船になりますので、そのデザインを先に見てしまうとですねこれもしかしてっていうのがいくつかあるんですね。それちょっと紹介していきたいと思います。まずですねカリブー海賊団のですねヌマブー号っていうんですけども、ヌマブー号のですね船首皆さんご存知ですかね。まあ魚人島にこう行こうとした時に追ってきましたよね。あそこで描かれたんですけども、ヌマブー号のですね船首っていうのはなんか動物がドンって出てるんですよね。トナカイみたいな動物なんですけど、カリブーとかコリブーにそういうトナカイ要素って全然ないですよね。動物要素ってないのにそれがドンとつけられてるんですね。その象徴です。カリブー海賊団の象徴としてつけられてるのに、カリブー海賊団とは何も関係ないように見えるじゃないですか。でこれってですねもしかしたらまだ謎ですね、あのカリブーがあの人にですね教えようみたいなことを魚人島で言ってましたけど、あの人に伝えたいって言ってた、そのあの人がですね何かそれと関係してくるのかもしれませんね。ゾーン系の能力者なのか、なんかまあそのトナカイに
似たような人物とか、はたまた大きなですね動物とか海洋類とかかもしれないですけど、カイドウとかですね言われてますけども、確定ではないんですよね。そのあの人っていうのがもしかしたら選手で実は伏線が散りばめられてて繋がってくるということになるのかもしれないですね。だってね、ワンピースの世界で結構序盤はですね船のデザインって結構一緒だったり選手がちょっと違ったりなんですけど、どんどんこだわってきてるんですよね。もう新世界編とかに行くとほとんどの船が個性的でですね、その海賊団をすごく象徴するものになってるのに、その沼ブー号だけはカリブーのことを反映してないんですよね。だからちょっと怪しいんじゃないかなと思っております。いかがでしょうか。またですね、謎に繋がってくるのがですね、まあいろんなですね船のデザインを見ていると、船首がですねドラゴンのものがですね結構あるんですよね。まあ有名どころで言うとですね、革命軍の船ですね、ビントグランマ号ですかね、これはですねもうもろにドラゴンなんですよね。もう船首からずっと船の後ろまでドラゴンがですねこう体をこう波打ってるようなやつがつけられてます。で、革命軍のトップっていうのはまあドラゴンですので、まあドラゴンなのかなっていうのはまあ納得するんですけども、その他にもですねドラゴンをつけてるんじゃないかっていう船がありまして、例えばですね、赤髪海賊団シャンクスの船ですね、レッドフォース号もドラゴンらしきものがついております。まあコウモリっぽいっちゃコウモリっぽいんですけど、ドラゴンにも見えるものがついております。またですねガイモンがですね乗ってた船、まあ置いていかれたんですけど、マチナハレルヤ号っていう船もコウモリみたいなドラゴンみたいなものがつけられております。でもしねここがね革命軍とつながってたりして、あえてそれをつけてるとかだったらなんか面白いっていうか怖いですけどね。はい、どうなんでしょうか。またですねこれもそうなんじゃないかっていうのが、セントブリス号ですね、ジャヤに行くときに落ちてきた、人が空想できる全ての出来事は起こりうる現実である、ウィリーガローの言葉でこう落ちてきたやつの船の先っぽもですね、まあ、丸い怪獣みたいなやつに首が、長い首がついてて、それにですねすごく鱗がついてるんですよね。なので208年前、210年前の船だと思うんですけど、まあ、当時の、まあ、ドラゴンをデザインした人がああいう風にですねデザインしたとしても全然おかしくない形状なんですよね。なのであれもドラゴンだとしたら、まあ昔からですねドラゴンっていうのはワンピースの世界でちょっと重要になってくるような動物っていうことがですね散りばめられているのかもしれません。またですねこれちょっと大きな船なんですけど、ノアですね、魚人島にあって海洋類がですね持ち上げたあのノアですけど、あれもですね怪しいんですよね。まずむちゃくちゃでかいでしょ。そしてデザインとしてはなんかシンプルじゃないですか。海洋類が引くためにあのレールみたいなの丸いものがこうついてるっていうのは特徴的ですけど、他は結構シンプルなんですよね。でっかい船になんかでっかいものがボンって乗ってるような感じなんですよ。そのボンって乗ってるのをよく見るとですね、扉がですねいくつも設けてあるんですね。あれ不思議なんですよね。門みたいなのがいっぱいあって、最初見た時ですねその数をよく数えたら20個あったんですよ。これもしかして世界政府を作ったね王家の20の数と一致するので、それともしかし関係するんじゃないかと思ってねすごく興奮した記憶があります。あ、でもねこうなんか他のノアをよく見てみるとなんかね扉の数っていうのは結構まちまちなんですよね。20に限らず24とか22個の時もあったんで、まあ、そんなこだわりはなかったのかな、どうなのかなっていうところなんですけど、まあノアなんでもちろん設定画があるでしょうし、扉の数とかも決まってると思うんですよね。なのでその辺もですねちょっと追っていくと面白いんじゃないかなと思います。はい、皆さんはですねどの船がお好きですかね。まあ面白いっすよね。あのキャベンディッシュの船とかも好きなんですよね。あの眠れる森の白馬号ですかね、もうめちゃくちゃ先っぽですね白馬が乗ってるんですよね。かっこいいですよね。で昔の船でいうとあれですね、黒猫海賊団がですね、つけてた船首も可愛かったですね。ベザンブラック号かな。最初あの、まあ、ルフィがですね催眠術かけられてこうボキッて折って取ったやつですね。ニアバブラザーズがその後出たやつ、ベザンブラック号はですね黒猫がですねそのままついてるんですよね。ということで、まあ、ちょっと今日はですね船にまつわる話をしてみました。デザインが面白いんですよね。でデザイン見るだけでもいろんなことが分かりますし、今後のですね想像も膨らみますので、ぜひその辺も注目してワンピース読まれるときっと面白いと思います。ということで今回はですねワンピースにまつわる、船の話でした。このチャンネルではですねワンピースに関するいろんな情報を発信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。コメントと高評価も忘れないようによろしくお願いしますね。じゃあね。